おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。韓国籍の2人の者、テーアングハンとユンヨングキムが2023年11月19日にセブ州ラプラプ市のマクタン地区で資格ある人身売買容疑で逮捕されました。国家捜査局は11月21日火曜日に発表されたプレス声明で、彼らが韓国男性とフィリピンの未成年女性との間でコンドミニアムユニットで実際の性的活動をモバイルアプリを通じて生中継していたことを明らかにしました。国家捜査局は11月17日にこの違法な活動に関する情報を受け取り、それを受けて11月19日にオペレーションを開始し、容疑者が生中継で性的活動を行っている最中に逮捕されました。容疑者からは彼らの違法な活動に使用されたいくつかのアイテムも押収されました。フィリピンの未成年女性は福祉開発省に引き渡され、容疑者は2022年の拡大人身売買防止法の第4条に基づく人身売買の資格ある者の違反の疑いでラプラプ市検察官事務所で即裁手続きを受けました。以上です。続いてのニュースです。カーカーシティポリスはセブ州のガダルーペ村のシティオパナスでボアンのキングコブラが捕獲され、カーカーシティ警察によって救助されました。救助を率いたのは警察執行官マスターサージェントのネストルトニロンと、アラートチームとともにエミリオ・ダヤンゴ地方自治体のユニット、そして警察中佐のペディ・ノバルでした。救助は日曜日の午前8時頃に行われ、レネ・フントンが依頼しました。57歳の結婚者で11月16日の木曜日に捕まえたボアンです。フントンは報道記者に語ったところによれば、この毒蛇はその場所の道路を通り抜け、彼が捕まえて口を噛まれることは簡単だったと述べています。しかし彼はその蛇がキングコブラであると気づいたとき、驚きと恐れを感じました。スターバリタセブがキングコブラであることを知った後、警察は彼を救助し、環境及び自然資源省に引き渡すために協力しました。以上です。続いてのニュースです。フィリピン、セブシティ、バランガイラフグのタルクム地区で、昨日午後9時頃に、警察によって一人のセキュリティガードが拳銃所持の容疑で逮捕されました。逮捕された容疑者は36歳のマギンド・アマーヌ・エレデラさんで、この地域の住民です。バランガイブサイト、ラフグでの一連の射撃事件の後、マボロ警察署は巡回を強化していました。すると市民からの通報があり、その地域に武装した人物がいるとの情報を得ました。迅速な対応で警察は容疑者を発見しました。エレデラさんは口径22のリボルバーを所持しており、8発の実弾が装填されていました。エレデラさんは選挙管理委員会の銃規制違反と共和国法10591号、すなわち銃の不正所持の罪で起訴される予定です。これはセブシティの治安に対する一層の注意が必要な状況を浮き彫りにしています。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。